今私はこの日活撮影所の前に立っております。ここから巣立っていった人はたくさんおられます。まああのビッグスターのですね、その先日お亡くなりになりました石原裕次郎さんなんかもこのスタジオにおられたんで、先ほどスタッフなんかはあの舘ひろしさんに太田と書いてね、喜んでました。舘ひろしがなんぼのもんやねんと言うて、僕食堂覗きに行ったんですけど、お会いできなかったんですけど、実は今日はですね、ここが一発目の撮影だったというね、もう本当に可愛い。そして今聞くところによると10年経ったと、で年がはっきり言うて26歳、一回り違う僕とね。しかしそんなことを全然思わせない。そう、大阪が踏んだ、大阪踏んでどうする、大阪が生んだ、本当に大阪の小浜が生んだ可愛いアイドルでございます。もうアイドルってもうね、今はもうアイドルじゃないし、本格派歌手でございましょう。ミュージカルにも挑戦してる可愛い直子ちゃんです。こんにちは。こんにちは。昨日は誕生日だったんです。そうなんです。はっきり僕言ってしまったんですけどね、もう全然構いません。見てください、はい、うん、これ可愛い顔がそんな、ほんまにちっちゃで可愛い顔ですね。僕もタレントの中ではね、ちっちゃい顔の方なんですけれども、直子ちゃんは僕の5分の1ぐらいですね。そんな彼女も今年デビュー10年目、これもまあ僕の5分の1なんでやねん。さてこの日活撮影所は10年前芸能界に入った直子ちゃんが初めてお仕事をした場所。そのお仕事とは CM 撮影。どんな CM かと言いますと、それは CM の後お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。無理ですけど、だから今から10年前でしょ、言うたら。でその後もあのレギュラーという形でそのバーモントカレーのコマーシャルだったんで、そのコマーシャルをいつもここで撮ってたんですね。どんな CM だ、ハウスバーモントカレーだよ。それです。リンゴとハチミツとろりとろける。あ、今日はどうも、明日のスターを目指すベンチーラーがここで今勉強してるわけです。いや、頑張れみんな、頑張れ。はい、ねえ、そうそう。でもあのなんていうかね、はい、こうやってここでね、はい、このそのハウス、何に出てたのその後、あのハウスカンバーボンとカレーだのにどこやったの。え、歌歌ってるわね、はい、あの秀樹さんが、はい、いやカレーの CM を僕その忘れてしまったんやけど、はい、直子ちゃんどうして出てた。私はその時にそのあのカレーバーボンとカレーが新しくなった時で、うん、そのさらに美味しくなりましたっていうそのイメージをあのなんていうんですか、出すの。でそれまでは秀樹さんがずっと一人でやってらしたんですけど、うん、そこに私が参加させていただいて。そやけどその頃秀樹さんやったらもう本当に超アイドルやったから。そうですね、そんな妹役でそば寄れるたらほんまにカミソリとかそんな送られたんちゃう。いや何もなかったです。それなかったん。本当に何もなかった。へえ、はい、フレッシュバーモント、バーモントカレーがさらに美味しくなりました。パッケージもフレッシュ。どんなかな、どんなかな、おいしさどんなかな。どう？いやー懐かしい。もう10年も前のコマーシャルなんですよね。本当に月日の経つのは早いものです。さてこのコマーシャルで西城秀樹さんと共演した彼女ですが、それは第1回秀樹の妹オーディションに合格したからこその晴れ姿だったわけです。大阪地区大会、そして東京の決勝へ、それは1980年の春のことでした。2万5000人の中のやな、はい、中で選ばれたんや、はい、あれ確か2万5000人の中の選ばれて、はい、それで愛さん小林知恵かなんかも関係あってるんちゃう。そうです、なんかそのこと聞いたことあるな。全国の予選大会っていうのがあったんですね、うん、で私と千恵ちゃんは、うん、あの大阪地区から選ばれたんです。関西地区代表だったんです、うん、2人は、うん、はい、もう今はあの千恵ちゃんもね、はい、まあ、立派なお笑い人としてがあの子もええ子やね、あの子もすっごいええ子やな。大阪の普通の女の子がちょっと勇気を出して飛び込んだ芸能界。10年前彼女がコマーシャルを撮った11番スタジオでは、
今も撮影が行われています。ふと立ち止まってそれを見ていた彼女の目は10年前の自分を思い出していました。すごい、撮影所ってこの、最初に鶴瓶さんなんかね、例えば撮影所見た時どういう、僕はね、一番最初に撮影所入ったのは何やったろう、小さかったね、僕のとこは、大阪 OTVF いう撮影所やったら、そんなに大きくなかったから別に思わなかったけど、東映のねスタジオ行った時すごいな思ったわ。それと大船の撮影所、で大映とかで、やっぱり東京で行きだしたからね、その東京で CM を撮ったりするとね、すっごいよ、大きいとか思ったもん。最初の人って覚えてる？こんな人でこんな人、その遊べたらな、ただね、私がやっぱりテレビで見てるだけではどういうところでどんな風に作ってるのか知りませんよね、全然わからない世界 で、で私やっぱり最初びっくりしたのは、特にバーモントカレーっていうのはアウトドアのイメージがすごくあったから、こういうスタジオの中でね、こういう本当に箱はないんだけど、こんな、まあ、もちろん広いけど、あ、こういうところでそういうふうに撮影するんだなって、まずびっくりして、外みたいな感覚があるもんね、ああいう中で外のイメージを出せるのはすごいなとかね、そういうのあるよね、それとやっぱり人がとにかく大勢いたっていうことに驚きました。そうよ、こんなん撮んのね、普通言うたらね、ホームビデオやったらこの人に撮ったりしないのか、それがね、何を待ってんのこれとかいうのあるでしょ、ちょっとでもちょっとあれしたらこんにちは、実はね、奈子ちゃんが一緒に、この世界入って最初の CM、そのね、ハウスバーモントカレーだよリンゴとハチミツ、あ、どうもすいません、その最初担当された方です。ちょっと名前を自己紹介、コーチと申します。コーチさんはどういう担当、僕はプロデューサーです。あ、そうですか。二平です。演出やりました、ディレクターです。今でもやってはるわけですか。今はリタイアしました。今はどっかの会社やってはります。今はね、管理職の方やってます。現場離れました。もう久しぶり。もうすごい、もう一度紹介してます。いい子でしたでしょ、昔から。なんかそうですね、本当に挨拶はいい子でしたよ。どういうこと？あ、いやいや、ほんなら本番入ったらやっぱまだ素人やから、それはどうですかね、NG だ。とりあえずね、今も彼が言いましたけどね、挨拶のすごくいい子でね、お父さんお母さんのしつけが、そうですね、これはもうそんなもんですわ、ね、その事務所がどうとかっていうのはないですよね、とにかくね、はいはいっていうふうにね、返事がそんなにはいはいって言わなくてもいいんだよって言っても、はいっていうふうに言うね、子でした。今でもそうです。治ってない。治ってないから。小さい時からそうなんですよ。そうですね。長いこと付き合うと分かりますよ。ねえ。はい。みたいな。これは、これ。あ、これ覚えてます。はい。ほほ。これが。さんも若いな。実はね、長子さんね、これを衣装を作った人が来てる。そうですか、梅、ちゃん、嘘、ほんと久しぶりでしょ。いや久しぶりでしょ。なんだ、なに、梅さん、なんや、元気さっきね、さっきこの方ね、BMW で事故を起こしかけたんです。その頃の、そうなんです、衣装を作ってきてくれた。そうなんで、その時の衣装持ってきたんですか。よく残ってるでしょ。汚れてる、ちょっと汚れてる。その時の衣装ですか。そう、そんな10年前に残ってますからね。あ、これこれこれなんです。10年前の衣装、10年前の衣装、ちょっと着てみる。ちょっと着てみると思いますね。おっきいんちゃいます。ちょっと痩せたの、人がなんかねえ、バリぐらい。やばい、梅さん。すごい。あんまり似合わない。はい。
とかって入って返事は言いひねりは言うたけど、そんな子ですもんね、もう普段から明るくてすごいマキマキ優しい。あの変なことされませんでした、お姉さんに。なお子こじきなさいとか、ダメだよとかパンって言って言ってるんです。それはね、プロデューサーじゃなくて、それをやるのは演出家です。演出家そんなことありません。そうですね、ないですね。もう無我夢中でしたね、やっぱり。なんかもうとにかくどういうふうになってるかっていう、そういう仕組みっていうか、どういうふうに始まってどういうふうになっていくのかすら分からなかったですから、とにかくやっぱり言われることをもう忠実にやっていくしか自分はなかったんですよね。言われたことを忠実にやっていくしかなかった、この言葉が当時の彼女の本音だったのでしょう。でも今は違います。デビューして10年、自分で歌いたい曲は自分で作って歌い、そして自分で目標を立ててそれに邁進する。彼女も大人になったんですね。さあ、それではちょっとここで大人になった河合奈保子ちゃんのデビューから今日までの変貌ぶりを見ていただきましょう。頃から見てみると色っぽくなりましたね。さてこの後2人は撮影所の近くを流れる玉川ベリーへ出ました。そこには何が待っているのでしょう。それは私だけが知っている。